大型で非常に強い台風19号が、いよいよ近づいてきました。記録的な災害になる恐れがあるとして、気象庁は厳重な警戒を呼びかけています。スタジオには、気象予報士の久保田解説員です。よろしくお願いします。はい、お願いします。今、どういう状況なんでしょうか。はい これは午後三時現在の位置なんですけど、本州の南六百キロぐらいにありますよね。時速二十五キロですから、少し早めの自転車ぐらいのスピードで北上しています。そして、明日の午後になります。と、非常に強い勢力を維持したまま,ま、静岡の南方あたりに行きますよね。そして、その後、明日の晩にですね。伊豆からまあ房総半島にかけてのあたりに、かなり接近ないしは。 上陸数の恐れがあるということなんですねはい。はい、で今日の気象庁の会見のポイントがこちらですね、はい、まあどちらも記録的なというあの、うん、言葉がついているんですけど、うん、まず暴風ですねで勢力が非常に強いために静岡県から関東の広い範囲で瞬間的には60メートルを超えるような、えー、大変な突風が吹く恐れがありますこれはあの台風15号と同じかそれ程度以上という風なんですね,ねはい。それからもう一つは大雨ですねこちらですね、うん、はい、えー ここが先月の15号と一番違うところなんですが、はい、台風が近づく明日の午後からあさって13日にかけまして、東海の多いところで600ミリから800ミリ、そして関東で300から500ミリという、これ、記録的な雨が予想されています。そしてもう一つこちらなんですが、はい 川台風というのは61年前の1958年9月に東日本を襲った台風なんですが伊豆地方を中心に大変な雨を降らせまして1300人近い犠牲者が出た台風なんですね。ですから今回の台風は風台風と雨台風の両方の性格を持っているというわけです。 ここでこの台風19号の影響で都市機能が麻痺しそうだと交通各社の計画運休を実施するなど対応している詳しい情報をお伝えします。東海道新幹線は明日東京名古屋間の終日運休が決まっています。また首都圏の JR や私鉄の各線でも明日から明後日にかけ大規模な計画運休が行われます。 ほとんどすべての電車がストップする見通しで、移動にかなりの影響が予想されます。鉄道各社のホームページなどでも最新情報をご確認ください。一方、ね、一方空の便も羽田空港や成田空港の発着便で多くの欠航が決まっています。商業施設でも臨時休業が相次いでいます。 伊東洋華堂は関東・東海一都七県の全124店舗が終日休業となります。また伊勢丹新宿店も明日は終日営業を取りやめるということです。東京江東区の荒川沿いに来ています。こちらの地域では大雨が降り洪水が起きた場合、5メートル以上の浸水が予想されています。江東区や墨田区では、 海抜ロメートル地帯となっていて水が溜まりやすく国土交通省のハザードマップでも濃い赤のエリア5メートルから10メートルの浸水が広い範囲で予想されていますそのため自治体は対応を急いでいますここ江東区役所では2000個の土納を用意し対応 お店がした、ちょっと営業できないんで、ど、まあの固めて、水入らないように。15号の時にです、ねまああの玄関の中に水が入ってしまったという経験がある方が多いようで,です、ね、あの持ってていただいて。 では改めてその天気の移り変わりを抑えておきたいんですけれども、はい、台風が大きいですからまず影響の範囲が大きいですよね、うん、でも特に関東と東海ではですね影響のその程度が大きくてしかも時間が長いということがあるんですね、うん、で明日はもう近畿とそして東海関東では、えー、用がなければ外に出るのはもう控えていただきたいと思います、うん、そしてもう一つ高潮の警戒があるんですね、うん、こういう渦巻きですので風がまず湾に吹き寄せてきますそれから気圧が低いので海面が盛り上がるんですね、うん そして折り足く大潮なんですよ、えー、ということで明日夕方を中心とした満潮の時間帯にですね駿河湾相模湾そして東京湾などで高潮が発生する恐れがありますあの海岸とか川の河口付近の方はですね防水対策そして避難経路の確認を早くしていただきたいと思います、はい